今年2013年、イタリアの、サルディーニャ島で開催されるシックスデイズエンデューロに、この3人、大河原潤、内山、大川の、メンバーで参戦していきます。で本来ならクラブチームではなくて、チームジャパンとして、トロフィーチームで参戦するべきなんですが、まあ、6名全員が揃わなかったということで、3人の、メンバーで昨年末に会ってですね、話し合った結果、クラブチームで、イタリアの方に参戦しようということが決定しまして、準備を現在進めています。大河原です。今年は、フサベールの、T250 を、レンタルして、ISD に、調整します。今回の ISD は 2回目なんですけども、前回はメキシコ大会で中南米の大会だったもので、昔から ISD には行きたいと思ってたんですけども、やっぱ ISD 本場のヨーロッパの大会に、ヨーロッパラウンドの大会にどうしても出たくて、で今回、しかも ISD の100回大会ということなので、それがやっぱ年に1回やってる大会が100回、100年以上やってるということの、まあ、意味というか、まあ、そういう大きな節目なので、その大会に出たいと思ったので、今年は参戦どうしてもしたいと思ったので、トロフィーチームではかなわなかったんですけども、クラブチームでなんとか行くことにしました。内山裕太郎です。今年で ISD の参加は5回目になりまして、やっぱり岡原さんと一緒で、ヨーロッパラウンドっていうのがまあ、過去4回出てるうちの1回ギリシャだけということで、非常にその本場ヨーロッパのエンデューロに触れてみたいということと、今までシルバーメダルしか取れてないということもありますので、まあ、目指すは毎回ゴールドを目指して取りたいと思う、ゴールドを取るために走りたいと思います。で、そうですね、マシンの方はヤマハ WR450F を、現在まだちょっと調整中なんですけど、イタリアで借りるか、日本から送るかというところで、日本からおそらく送ると思うんですけど、自分の乗り慣れた、まあ、セッティングもしてある自分の仕様で、参戦をしようと思います。でやっぱり ISD 参戦するにあたって、これやっぱり準備大変なんですけど、多くのスポンサー様にいただいて、今年も9月のスタートラインに立てることになりました。本当に感謝します。ありがとうございます。頑張ってきます。全日本エンディロゼッケン10番の大川です。私は初めての参加になるんですが、やはりその世界を肌で体験したいということと、やはり今年は2人と同様にですね、ヨーロッパラウンドということで、まあ、本場のエンディロを肌で感じたいということで、出場を決定、しました。まあもちろん皆さん2人とも同じく社会人ですので、まあ、仕事だとか家庭だとかいろいろあるとは思うんですけども、やはりその行きたいという強い気持ちと、あとはその信頼できるチームメイト2人と、まあ、気持ちが通じ合ったというところでですね、最後のその背中を押して、2人に背中を押してもらったということで、それが最終的な決定、した決め手になりました。マシンの方はですね、KTM の 250EXC、通常は 150cc ということで、乗ってますけども、今過去から乗り慣れてる 250cc で、賛成してですね、まず完走を目指して、3人でですね、笑顔で帰ってこれたらと思いますので、いろんな方の協力いただきながらということになると思いますけども、応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。